では今からね、クワガタムシを紹介していきたいと思います。羽のところに8本の筋が通っているのが特徴となります。ずっと威嚇してます。綺麗な。ああ、かっこいい。もうなんか、喋ること忘れて、見つめちゃう。ちっちゃかったら、オスを食べちゃうこともあるみたいです。はい、どうも、インセクトクエストのハクです。ハルボーです。今回はですね、お外に行く動画じゃなくて、ちょっと我が家の、昆虫たちを紹介していきたいなと思っております。でですね、このカメラマンとか編集をやってくれてるハルボー君はですね、実は虫が嫌いです。もうね、いくつぐらいやったっけ？学生の頃に山登った時があって、その時はもう本当にね、毛虫とか蜂とかに怯えまくってましたね。本当に、ね、皆さんにお見せしたいぐらい大目になってたんで。全力ダッシュしたの？うん。じゃもう、足長蜂が来ただけで、みたいな。そこまでは。いや、逆に言ったら、あれですよね。毛虫に関してはみんな登るときにビビってたっちゃビビってたんですけど、蜂に限ってビビってんのは、もう蜂に対してのビビり方は問答無用でお前が金メダルだと思う。嫌な金メダルよ。女子よりも逃げた。しかも逃げる時も大概足が速いから逆に迷惑。迷惑なだけ。ああ、ちょっと話し取れちゃったけど、今回はですね、ハルモー君の嫌いな蜂とかケムシとかそういう系じゃなくて、ハルモー君でも比較的触れるクワガタムシになっております。ではね、昆虫紹介していきたいと思います。では今からね、クワガタムシを紹介していきたいと思います。こういう感じのもので、クワガタムシを乗せてね、ストレスがあまりない状態で撮影していきたいと思います。はい。ではですね、飼育種紹介をしていきたいと思います。こちらのクワガタはなんですけどね、日本の固有種、スジブトヒラタと言います。このですね、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、羽のところに8本の筋が通っているのが特徴となります。この子なんですけどね、奄美大島とかの離島のヒラタクワガタになります。で、世界にまだ、禁煙種と呼ばれるまでにね、近い種類が発見されていない、とっても貴重なクワガタです。スジブトヒラタのオスもとってもかっこいいんですけどね、実はですね、メスもすごく魅力的でして、見てください、この、背中がなんかですね、なんか、なんて言ったらいいのかな、彫り物のような、陶器のような感じのね、背中をしています。この子真っ黒なんですけど、陶器とかが輝いてて、白と黒が入り乱れたみたいな感じに見えませんか？今、ハルボーに撮ってもらってるけど、見とれてるね。うん。綺麗な糞転がし。ちょっと、やがましようか。スジブトヒラタはですね、オスよりもメスの方が筋が濃くて綺麗なんですね。やっぱりこう見たらですね、なんて言ったらいいのかな。聞きあざるのは、聞きあざる。まあ、聞きあざるのはやっぱり、俺たちの感覚では女の子じゃないですか。うん。だからやっぱり、なんか、クワガタムシの世界でもそういうのあるのかもしれないですね。結構ね、スジブトヒラタとか、飼う人とかって、オス単体で購入しちゃったりする人もいるかもしれないんですけど、やっぱりね、メスもものすごくもう魅力的。この、まあ、メスもね、すごい威嚇しているぐらい、気が荒いっていうのもね、得意すべきことでね、さっき噛まれましたね。噛まれてたな。噛まれたね。これはガ噛まれた。袋中。皆さんもね、クワガタのメスを扱うときはご注意ください。本当にオスよりも痛いから。日本の気候に適応してるんで、寿命も長くて、飼いやすいと。もうそれは、このクワガタはマジでおすすめ。まあ、強いて言うなら、
サイズ感があるものが欲しい人はちょっと物足りないかもなーっていう感じですね。はい、次はですね、やっぱりクワガタって言ったらこいつでしょ。オオクワガタ。最近お迎えしたばっかりの子で、ある極太血統の子なんですね。血統の名前についてはちょっとですね、許可を取っていないので今回は控えさせていただきます。申し訳ございません。で、この子なんですけどね、オオクワガタは俺正直言ってあんまりね、なんか飼いたいなって思うこととかもなかったんですけど、ちょっとこの子を見て衝動買いしてしまいました。あれもオオクワガタ知ってるっしょ。オオクワガタはさすがにな、一番日本で一番人気と言っても過言じゃない種類ですからね。うん、もうこれはもうこの子もね、まあ、1年2年と言わずに5年かそれぐらい生きてもらえるようにちょっと買っていきたいと思います。いやーかっこいい。もうなんか喋ること忘れて見つめちゃうあーちょ、服のとこには行かないで、バリバリバリってなるから。じゃあちょっとプロコアしまってあげたいと思います。はい、お伺いでした。またね。はい、例に漏れずこの子も動くのでちょっと手の上で申し訳ないですけど、オオクワガタのメスですね。オオクワガタのメスはですね、背中にこんな感じで薄い筋があるのが分かるでしょうか。分かる、うん、ちゃんと入ってる。そうそう、薄い筋があります。この子なんですけど、まあ結構ね、性格的にはねおとなしいんですけど、オスと交尾した後はですね、異様にタンパク質を求めるということがありまして、まあこれに限っては他のメスも前頭そんな感じなんですけども、この子に限っては野生下で狩りをして、その獲物を食べたりするというところも目撃されたりしております。まあ動けないミミズとかを飼ったりとか。なんでこの子はですね、結構肉食性が強いというか、交尾した後に、うん、オスと一緒に入れてると ちっちゃかったらオスを食べちゃうこともあるみたいですね。男を食い物にしますからね。物理的にな。そう、物理的に食い物にしますからね、こいつは。結婚したいだけっていう。やり捨てですよ。もうそれだけ聞いたらとんでもないやつ。まあでも、メスもよく見たらね、重厚感があって、かっこいい。うん、確かに。と思わない。意外と。めっちゃピンボケするいや正直言うとこういうのってオスとかが代表的すぎて、うん、メスが目立ってないだけであって、メスもまあ見れば虫としてはかっこいい。正面から見たら、うん、何もないです。何もない何、うん、なんで吹き出したんや。いや、黒くてテカテカしてて形が。やめとけ、はい、やめとけやめとけでもかっこいいな。いや、それは向こうにもこっちにも失礼。ごめんなさい。え？ G？ ああ。G のこと言ってんの？いや、筋がとても綺麗。G のこと言ってんの？立体感はないよな、筋に。さっきのやつと違って。ああ、まあ。あの子ベタ褒めしてる感じがあるんですけど、やっぱりオオクワガタはオオクワガタでね、血統が豊富で、まあその血統もね、名前が結構中二心をくすぐるものが多いので、皆さん興味があれば調べてみてください。はい。ああ、急に早くなんね。お、話がぐだってるぞっていう。そう、怒ってる怒ってる怒ってる。いやでもね、俺正直言ってメス可愛いと思うよな、コロコロしてて。カブトムシのメスも可愛いよね。なんで急に壺に入るよお前。俺がお前の顔見ただけやのになんで急に壺入んねん。カブトムシのメス可愛いよね。なんでカブトムシのメスそんな壺んの。なんでだろう。なんか壺に入った。
おお。カブトムシのメスさ。なんでそんな笑ってんねん。カブトムシのメスで笑うド変態がいますけどね。はい、ではね、今日はこんな感じのちょっと物足りない動画になったかもしれないですけど、またね、このクワガタ以外のものとか、もっともっと大きなクワガタとかも紹介していきたいと思っているので、私とハルボーともどもこれからもよろしくお願いいたします。ではまた皆さん会いましょう。バイバイ。